進んだかな、これで。どう思う？少しは頭が良くなったかな。地球は丸い。地球は平らだ。もし地球が丸いなら、どうやって下と横に人が立てるだろう。なぜなら地球には物体を引き寄せる引力があるからだ。そしてその引力は、ふざけてないで。ポーションが効いているうちにノートを読んでみよう。これ本当に知力増強されたんですか？聞いてる？失敗してない？大丈夫？本当に頭が良くなったかどうかはわからないけど、古代魔女語はとても簡単だよ。ベリーベリーイージー。あ、読んでる。月の涙、ムーンフラワー一つと神聖な水一杯を用意する。神聖な水は初めて出てきたかな。ムーンフラワーの汁と神聖な水を弱火で時計回りにかき混ぜながら沸騰させれば完成だ。思ったより簡単だな。他のことも書いてある。ムーンオイルで管理、難しいからホニャララを作った。これ以上はもう読めない。ポーションの効果が切れたのか。すごい大事なところ。でも肝心な情報はもう把握してるから大丈夫だ。本当か？でも神聖な水ってどこで手に入れるんだろう。普通は神殿みたいなところで手に入れるけど、ここじゃダイアナから買うしかないかもしれない。え、新鮮な水って市販してんの？ただのミネラルウォーターじゃなくて。まあ、RPG 的に言えば、洞窟の奥深くに新鮮な水が湧き出る神殿があって、そこで水汲んでくる的な、そんなのあんのか？よし、ムーンフラワーはここにあるから、あとは神聖な水？あ、5時だな。神聖な水、神聖な水があれば作れるね。びっくりした。キーワード獲得、神聖な水の水源。神聖な水がどこにあるのかって聞いてみよう。ダイアナさんにか？あ、月の涙のレシピ。ま、これは明日ダイアナさんに聞いてみようか。月の涙。偶然発見したレシピ。フェニックスの羽がなくても月の光を放つことができる。ムーンオイルより微弱だが、茨を取り除くには十分だ。ムーンフラワーは1個持ってるね。で、神聖な水の水源がわからないと。次はじゃあ神聖な水探しか。で、あとは、このね、栄養補給ポーション。使いたいけど、もう夜になっちゃったから、エキス作りでもしてよっかな。これね、前手に入れたムーンフラワー。これもじゃあエキスにしてしまっていいかな。で、ムーンフラワーの水を作ると。これは月の涙で使いましょう。ブルームーン調もエキスになるんだね。むごいな。綺麗だけどね、完成品は。エリー、そろそろ起きろ。私が魔女だから。もう朝だから寝言はやめて早く起きろ。私は魔女だから。だから、寝ぼけてんの？朝だぞ！キャッ！夢ぐらいで騒ぐことじゃないだろう。え、そうだね。どんな夢だったんだろう。ああ、寝言を言ってたんだな。めちゃくちゃ寝言言うタイプだね、エリーちゃん。今日は昨日の夜作った栄養補給ポーションを干からびた豆の鶴にあげに行こうかな。じゃあ昨日作った栄養補給ポーション、これを干からびた豆の鶴に使ってみましょうか。一時的に植物に大量の養分を供給できる。
通常は枯れた植物の緊急治療として用いられるそうです。これ使ってみましょう。ポーションね、右下にセットされてるんですけど、これを、エイム、LT でエイム、こんくらいかな。で、エイム状態で投げると。ん？一瞬すぎない？あまりにも。あんなにカピカピだったのに。隣の元気に成長した豆の鶴と同じくらいに成長しましたね。すごい、ポーション。怖っ。今の見た。一瞬にして成長したよ。人々が魔女のポーションを使うわけだ。今ならそれを踏んで通れるよ。茨が伸びる方向をたどってみよう。もうこれで通れるようになったんだ。いや、こんなに急成長するんだったら、もう人体とかに使ったら、とんでもない影響を及ぼしそうだけど、大丈夫なんでしょうか、それは。あ、ここにも、ここにいっぱい、メープルハーブがある。メープルハーブに困る生活とも、もう、おさらばかな。あ、これはもう、この上には行けないんだ。もう雲のね、隠れてるところには行けないと。この枯れたツタは伝って歩くことはできないんだこの枯れたツタは伝れないのね。なるほど。じゃあそのまま左側に行ってみようかな。これは？あ、あ、ここはしごかかってたのはしご直したってことか。鍵チョークはいらなかったのかな、今のマークは。緑の森の滝。いや、初めてじゃない？こっちの左側のエリア通れるようになったの。これ、これを？魔女の白チョーク1本を使って魔女の紋章を書き直すか。え、ちょっと待って。ここはでもさ、さっきはしごをかけたから、まぁ、ちょっとね、くるっと回ればいいだけだから。もうちょっとチョーク温存しとこうか。一応ね、チョークも、一個あるけど、これは温存しましょう。そっか、この鍵マークが真ん中途切れてるから、それはチョークで書き直さないといけないのかな？じゃあ、初めての左側エリア行ってみようか。で、この、茨を伝っていく途中でしたよね。村の外に伸びた茨を辿っていかなきゃいけないんだけど、なんかここに洞窟あるんですけど、そしてメープルハーブもある。あ、メープルハーブがある。メープルハーブあるぞ。これなんだろう。これラブルと初めて会ったところにも、こういう地上絵みたいなのあったよね。これ繋がってんのかな？この二つの入り口。で、白チョークも落ちてるな、あそこ。え、洞窟入りたい。洞窟ちょっと、チラッと見てもいい。あ、真っ暗。え、真っ暗。あ、真っ暗、真っ暗、真っ暗。なんかキラキラ光ってるけど、特に何も調べられない。いや、真っ暗すぎるな。これ絶対迷子になるわ。ダメだ。この洞窟行くには、松明的なものを作っていかなきゃいけないんだな。じゃあ、素直にこの茨を伝って先に進もうか。なるほど、わからん。滝なんだな。ここにあるのが滝なんだ。左側のエリアはね、初めて来る。初めてでもないか。あの、右中央あたりは行ったね、一回。ラブルと出会ったところ。そこ以外は初めてだな。ちょっと待って。なんかいるんだけど。なんかのそのそしてるのいるわ。ちょっと待って、羽ペン。何か、腹出して、ゴロゴロしてる。猫みたいになってんじゃん。羽ペンで書いていい？ブルーバブルリザードとは？
かわいい。かわいいんですけど、図鑑の絵。ブルーバブルリザード。あ、スマイルバブル。スマイルバブル取れるんだ。スマイルバブル何かに使ったよね。天気がいいと息から出てきて日光浴を楽しむ。ゆるい表情と口から垂れるよだれで人気を博している。これは人気出るでしょうよ。めっちゃ可愛いな。お腹を撫でられるのが大好き。上機嫌の時に吐き出す丈夫なバブルは材料として使用できる。お腹を撫でるとバブルを出すの？ちょ、いや、お腹、もう一回お腹を出してくんないか？あ、それそれそれ。手にすればいいのかな？あ、取ってる取ってる取ってる。お腹撫でてたのか？取れた。スマイルバブル。お腹めっちゃさすってんだろうな。さすさす。え、かわいいんだけど。リザードってことはトカゲの一種なんだろうけどさ、ゆるすぎないか。めちゃくちゃゆるいじゃん。あ、泳いでるね。そしてで、ここに滝があるんだ。すごい神秘的な場所だ。上に行け。あ、メープルハーブが取れます。じゃ、もうメープルハーブに困ることなくなったな。あ、なにこれ、初めての葉っぱ。え、うん、あ、一回じゃ取れないのもあるんだ。陸水槽って何？陸水槽。爽やかな香りがする草。葉は薄い粘液で覆われている。昆布的な爽やかな香りがする昆布的な植物かな。まあ、これも素材になるんだろうな。あ、羽ペンで描けるや。これも羽ペンで描いといて。陸水槽。岸辺に生息する。外見は水槽と同じ。葉からにじみ出る分泌液に触れると皮膚が痒くなるので、つまむときは必ず手袋を着用しよう。ウルシ系なのかな。ウルシ科の植物かもしれん。へー。じゃあこれを取っとこう。ちゃんと手袋つけて取りましょう。腹見せて喜びやがって。かわいいやつめ。ちょ、待って、ツタないが。ここに、ここにはツタがない。あ、あった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 って思ったけど、すごい日暮れてきたな。日が暮れてきちゃったけど、まあ行けるとこまで行ってみようか。なんか聞こえるね。クワクワ言ってない？クワクワって聞こえるけど、ここはどこだ？少し下の方に降りてきたけど、めっちゃクワクワ聞こえる。何これ。でもツタはここにもう伸びてるね。あ、下まで降りてきたんだ。これさ、あ、そうだよね。ここを調べると、あ、この槍もなくなって、あ、いつもの道だ、こっち。こっちに行くと、いつもの道で、下に行くと村に通じるよね。で、これは？これは、魔女の城チョークがないと、ダメ。まあ、ここはいいや。ちょっと暗くなっちゃったので、魔女の家に戻ろうかな。倉庫がいっぱいになっちゃったな。これ倉庫もさ、鍵マークついてるから、アンロックできると思うけど、どこでするんだろうね。まあ、いずれできるのかな？しばらくはちょっとリュックにも物を入れながらやっていかないといけないね。じゃあ今日もまたね、日が暮れてしまったので、魔女の家でできることやろうかなと思うんだけど、スマイルバブル使うの何だったっけ？あ、これだ。咳止めキャンディー。焼いたパンプキンドッグの毛とスマイルバブルエキスを使うんだね。スマイルバブルを2個抽出器に入れて、スマイルバブルエキスが1個できるのか。今3つあるから、1個はエキスにできるね。ただ今もうね、倉庫がいっぱいなので、これはまた必要になったらやろうかな。
じゃあ適当に素材取ってまた明日ね、マップの左側を探検しようかな。え、何あれ、カエル？羽ペンで描く光るカエルがいる。え、毒ガンガエル、一つ目なんだ。目が一つしかないのが特徴。敵に遭遇した時に逃げられるように常に後ろ足に力を貯めている。警戒心が非常に強いため、十分に注意して近づかないとその後ろ足の脅威を思い知らされて終わることになる。気になる。でもゆっくり近づいて虫取り網で捕まえる系かな。あー、あー待って、え、めっちゃ見てんだけど。煽りよるあいつ。しばらくやってないとね、操作方法を忘れちゃうんですけど、ゆっくり移動しないとあれは多分捕まえられないな。このお家帰るのもさ、この魔女のほうきがあった方が絶対便利だよね。今めっちゃダッシュで帰ってるけどさ、魔女のほうきを修理するのも考えないとダメですね。魔女の家の作業台でほうきを修理しようっていうサイドクエストがありましたね。タイトルがさ、サイド006タイトルっていうタイトルになっちゃってるから忘れてたけど、これ家で直せんのか。作業台ってどれ？あ、これかな？ちょっとだいぶ汚いけどだいぶ散らかってるけど、これが作業台か？あ、これが作業台だ。もうほうき直せるわ。忘れてたけど。よし、じゃあほうきを直そうか。お前はほうきを直せるのか？もちろんよ。ほうきの手入れは学校の正規科目なんだから。確かにお前が修理したほうきは後ろから水を吹きながら飛んでいたな。それ直ってないのでは？火を吹かせたかったけど水も悪くないだろう。夏でよかった。そして火じゃなくてよかったよ。危な。火だったら自分ごと燃えてたね。他の季節か、あるいは火でも吹いたらそれこそ笑えなくなる。その一度だけだってば。必要な材料があればちゃんと直せるよ。枝と土は森に行けば簡単に手に入る。土はないけど枝ならいっぱい持ってるよ。ほうき管理、初期ほうき、これダイアナさんからもらったやつね。耐久がゼロになってるけど、枝または土両方じゃなくていいのか。ちょっと待って、枝はいっぱい持ってるよ。今枝が1になってるけど、枝1本で耐久が250回復するんだ。マックスにすると、3000で、あ、12本でマックスまで耐久回復すると。なんだ、修理できるじゃん修理できたね。忘れてたけど。あ、ほうきの修理クリア。あ、サイド006タイトルの正式なタイトルはほうきの修理だったとよかった。これでじゃあまたね、耐久ゼロになったら作業台で修理すればいいし、ほうきで移動できるな。これで今日の探索もはかどるぞ。じゃあほうきで移動するぞ。早いのか？早いのか？まあ気持ち早いかな程度。加速すると耐久を激しく消耗するってこと？じゃあ昨日探索してたあたりまで来たけど、このクエーって声は何なの？めっちゃずっと鳴いてる。待って、あそこに長官じゃん。あ、どうやって行くんだ？行けない。え、これどうやって、あ、干からびた豆の鶴だ。あそこに干からびた豆の鶴があるぞ。また営業補給ポーション作ればいいんだな。で、またリザードがいるよ。かわいい。ゆるいね。めちゃゆるだ。
てかなんかこのクエーって音がどんどん近づいてる気がするんだけど、これ何なんだろうね。スマイルバブルゲット。ん？この音はなんだ。何？ちょっと リザードのお腹触りたかったんだけど、もううるさい。ガーガードリを逆さに吊るせばこんな音を出すようだ。ガーガードリ、あ、ガーガードリだ。本当にガーガードリだね。こいつがずっと鳴いてたのか。でも待って、あの鳥は逆さに吊るされていないよ。あの鳥は頭がおかしくて、これが奴にとって逆さに吊るされている状態かも。どういうことだろうか。茨の痕跡が、茨の痕跡はガーガードリの下にある森まで続いている。確かに茨あったな。今私たち通れるよね。あの恐ろしい音に耐えられればな。相当うるさいんだろうな。あ、なに？ガーガードリを突破していかなきゃいけないの？あれ、今ちょっとリザードのお腹さするのにいっぱいいっぱいだから。ん？ああ、もう我慢できない。近づけないのか。本当にうるさいよ。少し我慢しろ。耳は川の畑だから大丈夫。どこで？川の畑って何？お前の耳もただの川だ。う、バージルったら気持ち悪い言い方をするね。今重要なのは、あのうるさい鳥を避ける方法を考えることだ。どうしよう。このガーガードリをどかすか、耳栓をしてここに行くかって感じ。あ、もう全く近づけない。あ、うん、キーワード、あ、キーワード獲得。これ2回突撃しないとキーワード取れないんだ。ガーガードリ、狂った鳥、まともな人間では絶対に耐えられない恐ろしい鳴き声を上げる。相当うるさいんだね。うわぁ、そうな、そう問題だ。あ、これ土では？あ、土ここにあるんだ。これは？これなんだろう？スコップとかあれば土が掘れんのかな？もっと探索したいけど、とりあえず情報も手に入ったし、キーワードも獲得したんで、一回ダイアナさんのところ行ってみようか。特集のところにガーガードリと、あと神聖な水の水源も追加されてるね。神聖な水の水源は手に入らないからダイアナさんから買うしかないかもみたいな話してましたよね。じゃあガーガードリからとりあえず聞いてみようか。初めて知りました。あ、ダイアナさんじゃないんだ。ダイアナさんはガーガードリの存在を知らないと。こっちはダイアナさんかな？神聖な水の水源。ダイアナさんは神聖な水も売ってるかな？はい、ありますよ。必要ならカタログに登録しましょうか。売ってた。うん、お願い。わかりました。でもちょっと高いですが、大丈夫ですか？どんくらいだろう。今、ルナコイン、ほぼ持ってない気がする。具体的に。いくらする？声が震えとる。ルナコイン150枚です。ルナコイン150枚だと依頼何回達成すればいいんだ？高っ！とても貴重な材料ですから仕方ありません。めっちゃポーション作んないと買えないじゃん。